こんにちは、あるいはこんばんは、イワンド院長です。今日はね、マシュマロっちゃマシュマロなんですけど、どうしたと、おいどうした、しっかりしろっていう、はい、ご質問が来ないとネタがないので、動画が運営で動画の投稿ができなくなっちゃいますよ、助けてくださいってよくこう言ってるし、おそらく、この動画とかにも挟まってると思いますよ。マシュマロ募集しておりますっていう、はい、それに答えてくれてね、本当にありがとう、うん、だけど今から陽一さんの話よく聞いてほしいな、はい、ということでね、ちょっとこの質問を読みますね。高校生女子です。小学生の頃から背中を丸めて座ってるせいで猫背だったり反り腰だったりむくみとかで整体気になってます。周りに整体行ったことある人いないので院長に聞きに来ました。聞きに来ました、何をということです。ライブ配信にこれがかかってきたら、何をどう聞きたいのってこうやり取りができる。マシュマロってね、一方通行なんですよ。はい、わかりますか、一方通行なんですよ。何を聞きに来たんじゃいと。はい、だからね、どんどんね投げてほしいですよ。はい、今日何本か動画撮ってますけど、恋愛相談とか特に大好物ですよ。はい、参考になるか分かんないですけど、全力でね答えてます。はい、背中を丸めて座ってる猫背だったり反り腰だったりっていうのは結構自己判断なんですよね。はい、だから本当に猫背なのか本当に反り腰なのか、この専門家、整体師が専門家かどうかちょっとあれですけど、そういったお仕事してる人、第三者から言われましたかと。はい、むくみとかで整体気になってると。むくみはどこのむくみなのか、人によってね場所違うんですよ。足がむくむ、顔がむくむ、手がむくむね、場合によってはね内臓がむくむとか、二日酔いだったら脳がむくんでるとか、いろいろ、高校生がないと思いますけど、一応ねどこなのかと。はい、自分が何をこれで、例えばこう、猫背とか、この反り腰だから痛みがあるのかないのかね、そういうのがあって気になりますだったら、答えようがないんだよ、だから。動画をお楽しみのところ、ちょっと失礼します。イワンドー TV では現在、マシュマロを募集しております。概要欄のリンクから質問を投げてください。採用された患者さんには来店ポイントを差し上げております。質問には性別、年齢、名義の上お願いします。整体以外の質問も募集しております。それでは引き続き動画をお楽しみください。お近くの整体院で探したらよろしいんじゃないでしょうかってこうなっちゃうんだけど、それによって何かが発生してると、もしくは何か発生してる気がするっていうので整体を利用するっていうのはあるかと思います。でむくみもそうですね、整体で解決するっていうことももちろん可能なんだけど、自分自身の生活でちゃんと水分摂取してるかどうかの方が大事なわけですよ。はい、1日2リッター目安でね、はい、飲めてれば老廃物っていうのは外に出しやすくなるわけで、溜め込まなくなるからむくみづらくなるね。それでもむくむっていう人は内臓が機能低下を起こしてたりするわけですよ。はい、なのでじゃあ自律神経をね乱れてたらそれ整えましょうとか、はい、そういうことになってくるんだけど、どっかが痛い、かゆいが、かゆい関係だけど、どっかが痛いとかがなければ、整体を利用する必要性はないのが、特に、ユアンドは、普通の美容業界の整体院のね、美容整体の価格からすると、はるかに安いんだけど、高校生のうちから、そんなことやる必要は、俺はないんじゃないかなと思ってます。はい。予約が入ってね、来るならもちろん、施術しますけど、そうですね、
前にね他の動画でこう言ったんだけど、こう美容整体っていうのは大人が贅沢する場所なので、はい、なんかそうですね、もっと、まあ、自分で仕事するようになってから岩戸の院長に相談してみたらいいんじゃないかなと、はい、やっぱこう足がむくんで膝下だけが太いですとかね、はい、ほっぺたの肉だけが取れませんとか、体は痩せてるんだけどみたいな、はい、そういう、こう具体性がないと僕らはね答えることができないんですよ、はい、ということでね、そこら辺をぜひ理解していただければなと。具体的な質問というか、ご疑問がこのマシュマロにはない、気になってるというお気持ち表明をいただいてしまったので、はい、答えの欲しい質問をぜひ送ってください。まあ、場合によっては共感できますかできませんかとか、そういう場合もあるかもしれないですけどね、マシュマロはね、はい、ということでね、ちょっと練り直して送っていただいてよろしいでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。